岡山市北区の山陽新聞社には販売開始前から長蛇の列が。昨日の夜から徹夜で、はい、倉敷に来てくれるのが4年ぶりということで非常に楽しみにしています。新型コロナの影響で岡山では4年ぶりの一軍公式戦となる阪神対 DeNA の試合は7月11日に倉敷市のマスカットスタジアムで行われます。声出し応援も解禁され、現在リーグ首位と2位の両チームが岡山でどんな戦いを見せるのか、ファンの注目が集まっています。サトテルのホームランですかね、可能性あるんじゃないかなとは思うんですけどね、あれあれチケットの販売は県内のプレイガイドやインターネットで試合当日まで行われます。